こんにちは。今日は攻撃のですね、個人と、グループの原則、これを説明したいと思います。で、攻撃の、個人とグループの原則っていうのは、9つほど細分化されていて、それを、1から9までちょっと説明したいと思います。で、まず1点目が認知、見るっていうことですね。見るの原則っていうことになります。で、これは状況を見て、分析をして、情報を収集するっていうようなものになるんですけれども、選手がどのタイミング、何を見て、いつ見るのか、どのように見るのかっていうような、ものになります。状況を観察して分析のために情報を収集するっていうものですね。で、何を見るのか、いつ見るのか、どのように見るのか、このようなものになります。で、2つ目が、パスと動きの、優先順位の原則ですね。で、これは、ゴールを奪うことから、逆算したプレーをするっていうことになります。で、パスの優先順位に従ってパスコースを選択する。パスを受ける動きの優先順位に従ってボールを受ける動きをするっていうようなものになります。で、3つ目がポジショニングの原則というものですね。で、これが、グループでも優位にプレーできる位置を取る。優先順位をどうやってポジショニングで取っていくのかということですね。で、1の、前向きのトライアングルを形成する。次が横向きのトライアングルを形成する。状況の変化に応じてサポートの意図を変えていくっていうようなものになります。で、5が、パサーとレシーバーの原則ですね。で、パサーと受ける側の意図を合わせるということですね。で、意図的にボールをコントロールする。意図的にパスを出していく。パスを出し、受けるタイミングを意図的に合わせていくっていうようなものになります。で、6番ですが、マークを外す動きの原則です。で、これが、自分のマークを外して、フリーでボールを受けるような動き方の説明となります。で、自分のマークと視野の戦いをする。次はパスを受けたいスペースを空けていく。パサーとレシーバーの原則に従ってタイミングよく動き出していくというものになります。で、7つ目がドリブルの原則ですね。で、自らボールを運んで局面を有利にしていくようなものになります。常に選択肢を持ちながらボールを運んでいく。また意図的にドリブルをする。ただ、ドリブルをしたいからするとこではなくてですね。で、状況に応じて、ドリブルを効果的に使っていくっていうものですね。はい。で、8番目がシュートの原則になります。チャンスを逃さずシュートを打って、決めるっていうことですね。必ずシュートを意識してプレーする。意図的にシュートを打っていく。このようなものになります。で、9つ目がインテリジェンスの原則ですね。プレーに意図を持って、プレーの意図を隠す工夫をするっていうことですね。相手に予測させないとか、相手に予測させて逆に逆をついていくっていうのがものになります。以上、9つの、攻撃の、個人とグループの原則っていうふうになるので、これについても後ほど1から9つまで説明したいと思います。ありがとうございました。